I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can see it in my dreams, I hold you close just like I wish I can. It's late at night, I know you're gone. I can't sleep cause you moved on. I wish I tried but you're with someone else tonight.到着です。よし、行ってくるよ。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。じゃあマジこの車広くて最高やねんけど、ほんまに。これで帰りたいわ、こうやってもう。お願いしますって。まあ言うてますけども。行きましょうか。英語の歌勉強せなあかんねん。よし、ほな運転席に移動します。Rip, if you had 帰ってきたよ。軽いな。はい、おはようございます。練習行ってきます。昨日までの雨が嘘のようにめちゃくちゃ晴れてる。やっていきましょう。 This week arms are heavy. おい、シャア到着です。行ってきます。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。今から湘南に移動です。着替えて行きます。はい、行ってきます。はい、ホテル着きました。明日の夜7時キックオフです。まあ、時間あるんでしっかりと練習したいと思います。寝ます。おすみなさい。はい、おはようございます。海沿いを散歩してます。めっちゃ気持ちいい。やばい、最高。おお、すごっ。めっちゃいい景色、マジやばいぞ。おー、はい、どうもお疲れ様でした。東京帰ってきました。久々にメンバー入って勝てたんでよかったです。明日練習試合あるから、もう今からすぐ帰って、もう11時半か、明日頑張りましょう。お疲れ様でした。帰ってきたぜ。はい、おはようございます。今日もいい一日になるよう頑張っていくで。よっしゃ。 Yo, his palm is sweaty, knees weak, arms. 今日は暑いぞ。クラブハウス行きます。 OK、 今日もやっていこう。行ってきます。はい、どうもお疲れ様でした。今日はやばかったね。明日オフです。オッケー、行こう。いいよいいよ。 Could you tell how to get to the gate? やばい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 。12時から英語で、今11時59分ちょうどや。はい、ドニー。はあ、終わり。えぐいトラックいるぞ。Vlogger
YouTuber. I saw your Instagram. はい、おはようございます。練習行ってくるで。やっていこう。今日も人がめっちゃ多い。レッツゴー。おー、よっしゃー、練習行ってくるで。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。練習終わってマッサージして、今何時よ、1時20分。1時半から英語があるので頑張ります。うんうんうん。これクワガタもらいました。クラブハウスのおっちゃんに。はい、ヘビーレイン。Or it's spoiled. Yeah. Alright, later. Thank you. See you tomorrow. Good job. Thank you. いやー、きつかった今日。6つ英語マジで。ちょ、もう今日わからんかったわ全然。ちょっと心折れそうやったな今日は途中で。寝ようかな。ただいま。全然大丈夫です。それはちょっとお願いするかもしれない。あ、オッケーオッケー。よいしょ。モチベーションだったりうまくいかないだったり組み合わないはい、今週も動画を見ていただいてありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また来週見てください。ありがとうございました。さよなら。はい、いただいた質問に答えたいと思います。夏場の時期に意識的に心がけている暑さ対策または気をつけることなどありますかっていう質問なんですけど、これはあります。はい、夏場でめっちゃ暑い時ってこう水分なくなるから、こう意識的に水分めっちゃ取らなあかんっていう風に思ってる方がすごく多いと思います。これはあながちってかも全く間違ってないと思うんですけど、水中毒っていうのがあって、僕も一回経験したことあるんですけど、一度に大量の水をバーンって飲んでしまうと体内のバランスが崩れて頭痛とかめまいとかこう体調を崩してしまうっていうことがあるので、水分を補給しないとダメなのは絶対そうなんですけど、一度にたくさんの量を摂取するんじゃなくてこまめに取っていくっていうことが大事になってくると思います。まあ、ただ脱水症状っていうのは絶対怖いんで、しっかりと水分スポーツドリンク飲むことは大切になってくると思います。はい、こんな感じで質問どんどんコメントください。タイミングがあれば答えていきたいと思います。よろしくお願いします。